よ Round and loud and down 心決めた今すぐにもついて来いよ勝利の女神ならいつも嬉しい味方エンジェルスと巻き起これ嵐エンジェルショット空を突き刺す飛んで散ったテレパシー炎になるのさマシンロボお前には敵はないマシンロボ一秒も無限大目指せラブビクトリーマシンロボお前には敵はないマシンロボ一秒も無限大目指せラブビクトリ護送中の潜水艦が謎の海溝船に襲われ囚人ナンバー96号ブロッコと呼ばれる凶悪犯人が脱獄してしまった。謎の海溝船の正体は何か、脱獄を陰で操っている者は何者か。見事だ。宇宙空間から放射したレーザー光線が海中であれほど威力を発揮すると。我がギャンドラーの科学技術陣が総力を挙げて完成させました反射レーザー砲です。あの程度は序の口でして、改良を加えれば小さな星など一瞬のうちに消滅できる超兵器となりますが、何か問題があるのか。それにはエルメディアという宝石を大量に散りばめた光線屈折装置を作らねばなりません。エルメディア、伝説的な宝石です。強力な光線屈折を起こし、レーザーの威力を驚くほどに拡大できます。ご安心くださいませ、ガデス様。すでにエルメディア強奪にうってつけの男を雇いましたので。脱獄させた囚人のことか。はい、ただいまのレーザー砲を備えた無敵の剣を授けましたので、うまくことが運ぶでしょう。楽しみなことだ。この地方にはかつて地上と地下にクロノス族の都が栄えていたが、人口増加と資源の減少につれ共存できなくなり、地上のアバーブと地下のアンダーの2派に分かれ、長い争いが続けられていた。僕は正義の味方ブロッコだ。このジラースの剣を受けてみろ。お兄ちゃん、私にも持たせて。ダメ、ブロッコは僕なんだから。アンダークロノスの子供は素直だぜ。ああ、いつどこででも無邪気に遊んでる。
俺たちも素直にならなきゃな。そうとも、殺したい時にはどこででも殺す。死ね。どう、なんだ。戦いの虚しさを知らぬ愚かな者たちよ、戦いは愛する者を助けるためにのみ許される。その勝利のために我が身を捨てる勇気を持つ者、人それを英雄という。あそこだ。誰だ貴様。貴様らに名乗る名前はない。うわっ、うわっ、うわっ、おのれ。空中神拳、鉄獅子。うわっ、よかった、無事で。どうもありがとうございます。危ないところでしたね。子供たちからはくれぐれも目を離さないように。近づいてくるわ。ここは危険です。さあ、我々の住居においでください。さあ、急ぎましょう。さあ、着きました。アンダークロノスの地下都市は人工太陽で明るく照らされていた。その輝きの源は秘密の場所で輝くエルメディアの光である。ところで、この町へはどうして。実は脱獄士を追っているんです。こんな戦場のようなところへ逃げてきたりしないでしょう。その男のふるさとなんですよ。ふるさと。その脱獄衆の名前は。確かブロッコと言いました。ブロッコですって。そんなことって。ブロッコが刑務所にいたとでも言うのか。ここにはエルメディアという宝石があるそうですね。多分それを狙っているんでしょう。ふざけたことを言うな。失礼。バイ。どうなっているんでしょうか。わからん。だがブロッコのことを知っているのは確かなようだ。なんとか聞き出そうか。あの様子じゃ無理よ。ああ、なんだかカッカ来てるようだからな。とにかく街を捜索してみよう。ルカシ、止まんなさい。市内は安全速度で走らなくてはダメだよ。ごめんなさい。ブロッコが現れた様子はないな。どこかに潜伏して様子を伺ってるんじゃないか。町の連中の中に仲間がいるのかもしれんな。それにしてもここは墓場でございますね。霊柩車だわ。危ない。待って、大丈夫？傷にバイ菌が入るといけないわ。レイナ、お嬢様、お怪我は？平気よ。でもどうして？だがどこまで腐ってやがるんだあいつは。何者なんですか？カラスっていう墓場の番人さ、ドブネズミと言った方がいい。死体から物を盗んでいる町中の嫌われもんさ。ドブネズミか。なるほど。あれでもかつてはブロッコの相棒として活躍してた頃もあったんだぜ。ブロッコの相棒？ゴリラたちそのブロッコを探してるんだ。ブロッコがこの町に。本当か？ああ、脱獄したんだ。脱獄？ふざけたこと言うな。ブロッコを侮辱したらこの町の者全員を敵に回すことになるぞ。覚えとけ。まただ、ブロッコが脱獄衆だって言うと急に態度が変わる。一体ブロッコってどんなやつなんだ？ブロッコならここだ。さっきの坊やか。マックスとか言ったな。ダメよ、また内緒で遊びに出たりしちゃ。早く家へ帰るんだ。兄ちゃんたちブロッコに会いたいんだろ。知ってるのか、居場所を。もちろんさ、ついておいでよ。ほら、あそこ、
あれがブロッコだ。僕が生まれる前の話だけど、ブロッコは地上から攻めてきた悪い奴らをやっつけてエルメディアを守ったんだ。その話は誰から聞いたの？パパだよ。町の人ならみんな知ってる。そうか、彼はこの町の英雄だったのか。道理でみんなが怒るわけだぜ。すると我々が追っている奴とは別人なんだろうか。何かの間違いかもしれない。まさかそれほどの英雄が凶悪犯人になり下がるとは思えないし。誰かがブロックの名を語って犯罪を犯していた、そういうことかしら。わからん。暴れたな、脱獄囚96号。そのガキを渡せ。お前たちには関係ない。そのガキを渡せ。こいつかなりの使い手だぞ。よっしゃ、おいらが相手だ、96号。ロム、来てくれ。子供を頼む。あの時のビームと同じものだ。しまった。あれはカラス。なぜ96号を。あいつと96号はクルだったんだ。畜生、やっぱりドブネズミだぜ。でも96号はどうしてマックスを連れ去ろうとしたのかしら。あ、ジラースの剣が。ジラースの剣で天下無敵の英雄に変身できるんだ。ブロックはもう黙っちゃいないさ。きっとどこからか現れて脱獄囚を退治してくれるよ。ひょっとしたらこの子の言う通りになるかもしれないわね、兄さん。脱獄囚という汚名を晴らすためにブロックが現れるわけか。面白い英雄伝説の復活だな。動くな。貴様らを全員逮捕する。あなたはアンダークロノス軍の隊長だったのか。誤解するなよ。俺たちがやったんじゃないぜ。パパ、違うよ。違うんだ。マックス、何度言ったら分かるんだ。勝手に動き回るなと言っただろ。パパ、全員逮捕だ。おい、冗談じゃないぜ。逮捕なんかされてたまるか。よっしゃ、よせ、二人とも。ロム、黙って捕まるっていうのか。彼らと戦って傷つけるわけにはいかない。必ず誤解は解けるはずだ。それまで辛抱するんだ。お嬢さん、牢屋まで案内しましょう。さあ、こっちこっち。っ、触らないで。さあ、参りましょうか。あれがかつてはブロッコと一緒にエルメディアを守るために戦った男とはな。時の流れってやつは人の心を変えちまうことだってあるのさ。そうかしら。あの目は何か隠してるような辛そうな目だったわ。隠しているとおっしゃいますと。さあ、それは。96号の正体は本当にブロッコなのかもしれんな。なんだって。英雄が脱獄囚になり下がったっていうのか。何かの拍子に英雄として祭り上げられただけだとしたら。そんな、この地下の連中はブロッコの英雄伝説にすがって戦ってるんだぞ。そうとも、ブロッコが脱獄囚などということは絶対に知られてはならないわけだ。それじゃあカラスは。脱獄囚め、よくもやってくれたな。ジラースの剣を受けてみよう。お兄ちゃん、かっこいい。マックスはブロッコが現れて脱獄囚をやっつけてくれると信じてるようだわ。マックスだけじゃあるまい。この町の子供たちはみんなそう願ってるはずだ。そしてあなたもね。パパ。マックスか。お帰りなさい。どこまで遊びに行ってたの。お、貴様、ブロックの名を語る脱獄囚だな。エルメディアはどこに隠してあるんだ。なんだと、そ
そんなことは貴様には言えん。何？うわー、マックス！マックス！痛い。答えっと、このガキの首が飛ぶぞ。放った。くそー。どうしたのかしら。どうやら緊急事態のようだぜ。ドリル、この檻をぶち破ってくれ。よっしゃ。どうしたんだ。しっかりしろ。お、あんたは一体どうしたというんです。マックスが連れて行かれた。え、それではエルメディアの隠し場所を教えてしまったんだ。しまった。なんだあの怪物は。アバーブクロノスの襲撃か。いやー、ブロックに恥ずかしくないのか。マックス坊ちゃん。私の名を語る脱獄衆め、貴様はこのブロッコが成敗してやる。ジラースの結果だ。そこだブロッコ。頑張れブロッコ。ふざけたまねをしやがって。伝説なんか守ってどうなる。貴様のような悪党には分かるまい。だが俺は命を懸けて守ってみせるぞ。へえ、そうかい。ガーバカめ。本物のブロッコが現れて96号と戦っているそうだ。やっぱりブロッコは脱獄囚じゃなかったんだな。英雄伝説は本当だったんだ。あれはブロッコじゃないか。大丈夫か。カラス、お前だったのか。すると脱獄囚96号の本当の正体はブロッコだったんだな。そうだな。ああ、もともとあいつは悪党だったんだよ。エルメディアを盗む気で地上の連中と戦っていたのさ。なんだって。そうとも知らず俺は相棒になっていた。だがな、町の連中や子供たちにとっては今でも奴は英雄なんだよ。今さらブロッコが実は本当の悪党だと知られると。だから奴のジラースの件は俺が扱っていたんだ。町の嫌われ者のお前がなぜそうまでして人々をかばうんだ。俺は確かに情けねえドブネズミだ。だけど昔はブロッコと共に英雄と呼ばれた。それが俺の唯一の誇りなんだ。それを壊したくなかった。カラス、頼む。奴の正体は絶対に言うな。英雄伝説を壊さないでくれ。カラス、お前の気持ちは無駄にはしない。仇は必ず取ってやるぞ。伝説の剣ジラースの恨み、俺の剣道が晴らしてくれ。何者だ貴様。剣竜参上。
俺に勝てると思っているのか。剣狼が空中で光となって、時を超え次元を超え、バイカンフーへとメタモルフォーゼするのだ。バイカンフーは地上全てのエネルギーとシンクロし、自然現象さえも変えるパワーを出すことが可能となるのである。バイカンフー、来い。俺は不死身だぜ。の怒りを思い知るんだ。ライトニングバーサー。なんということだ。エルメディアどころの騒ぎではない。せっかくのレーザー砲も無駄になってしまったではないか。申し訳ございません。カラスさん、ブロックはいつまでも英雄よ。安らかに眠ってね。英雄伝説はいつまでも消えずか。でも虚しいもんだな。英雄伝説が続く限り戦いも続くわけだ。いつかブロッコの伝説も忘れ去られる日が来ることを祈ろう。今の我々にできることはそれだけだ。凶悪脱獄囚人96号は死んだが、英雄ブロッコの伝説は守られた。カラスの死をかけた活躍はロムたちの心の中でいつまでも生き続けることであろう。しかしロムたちの戦いはこれからだ。行けロム、戦え剣竜、バイカンフー。初めてジェットが剣に負けた。その相手の名はグローバイン、暗黒操殺剣の使い手だ。侍の誇りをかけてジェットはグローバインに挑んでいく。そして俺の前に立ちふさがったのは剣狼とそっくりの剣長瀬を持つガルディという男だった。次回マシンロボクロノスの大逆襲、ジェットよ操殺権を破れ。闇を操り心を蝕む者たちを俺は許さん。